Okay, this is Joe Strummer, and you're listening to Shibuya FM. And these people are laughing in the background because this is the station to listen to. And this is 78.4 megahertz on the dial. And this is Everybody Knows, so get down and get with it. Carl Solomon, I'm with you in Rockland where you're madder than I am. ロックンロールは後半中。こんばんは、エブリバディノーズ DJ の東雄一郎です。2006年最後のエブリバディノーズは6年連続この渋谷のマークシティスタジオの方からエブリバディノーズ祭り2006と題しまして生放送でお送りいたします。で一緒に今ちょっと横にいるのは、はい、フライトブリディアのね、はい、今年から一緒に、演奏活動している高垣くんですけども、高垣です。今日は高垣くんのおかげで、エブリバディノーズ祭りが合コンになってますよ。やばいっしょ。うん、やばい。スタジオには男ばっかりなのかな今年もと思ってたらですね、もうすでにパーティーがなんか向こうで始まってて、僕が来たからにはもう、孤独なパーティーはさせない。なるほどね。でも、孤独なオーファンズたちに、送ってるエブリバディノーズなんですが、そうなんで、土曜日の夜にこの時間にさ、もしも聞いてる人がいたら、まあちょっとね、パーティー気分味わうプラス、そしてこの場所にもし来れたらね、来てもらって、ビールぐらいはおごるからってずっと言ってるんだけどね。まあ後でいろいろ女の子たちも登場するかと思いますけれども、ね、まあ合わせて、フライトビディア、新生フライトビディアの演奏、ね、はい、まあ、はい、かっこジャイアンリサイタルとかも言われてるんですけども、ちまいたで、まあちょっと皆さんにね、1年に一度だけそういう機会をお届けしようかなと。あ、そうですね。まあ2006年をちょっと振り返りつつ、今日は1時間楽しくパーティー気分で、この渋谷からお送りしようかと思います。まあなんかギャラリーももうすでに来てるじゃないですか。あ、いいですね。生きてるね、今日はもう、いつもと違うね。違いますね。違うというところで、はい、今夜も60分間駆け抜ける番組でトークハード。クリスマスイブの前にね、エブリバディノーズでね、オープニング曲にかけるとしたら、まあベタなクリスマスソングはかけないわけですよ。というところで1曲見つけてきたのは、12月25日までホームページ上でフリーダウンロードできるモーサムトンベンダーの、新曲というかダウンロード、未発表曲だね。これがなかなかいいよ。なんかこのエブリバディノーズらしいロックナンバーのクリスマスソングっていうところです。モーサムトンベンダーでブラッククリスマス、yeah, yeah, yeah.Yeah.
マリークリカファイユーヒアーレヒアーレ。オープニングナンバー聞いてもらったのはモーサムトンベンダーのブラッククリスマスでした。かっこいい、かっこいいね。でなんかギャラリーが来てて、なんかカップルだね。あ、すごい仲良さそうで、なんかスカジャン着てる、なんかこうスキンヘッドでね、タクシードライバーのトラビスみたいなルックスの男がいい、そうなんかクリスマスっぽくてね、トラビスがアイリスを連れてきたのかなっていう感じ。そのうち街をぶっ壊すね。そうだよね。なんかね、うん、だから微妙なあのカップルっぽいんだけども、うん、あの距離感があるじゃない。あね、いい、その緊張感が。そうそう、だから本当タクシードライバーのトラビスがアイリスを助けに渋谷の街にレスキューに行ったのかなと思ったんだけど、現代のトラビスがここに渋谷に現れた、うん、そうそう、ということで渋谷のマキシスタジオの方からエブリバディノーズ祭り2006で、これ6年間やってるのよ。君は参加初めてなんだけども、そうです、ね、最初から参加してる人はとうとう誰もいなくなりまして、今年からリニューアルしました。前長くやってるとね、いろいろありまして、でまあクリスマスっぽい話題というかですね、まあそうね、そんな気の利いたことも言えないんですけども、はい、ちょっと今日仕事的なものでですね、みんなが行くいわゆるのクリスマススポットをはしごしなきゃいけなくて、はしごしてしまったんですよ。贅沢な仕事ですね。いやでもいろんな憎悪感がメラメラと燃えちゃうわけですよ。男のカメラマンとね2人で朝一お台場に行って、クリスマスツリーを撮って、なるほど、でその後東京タワーに行って、はい、東京タワーで6時からクリスマスカウントダウンとのをやってて、でなんか、だんだんクリ、東京タワーのライトが消えていくんですよ、はいはいはい、で消えていくのと同時に、はい、いわゆるのこのエブリバディノーズでかからないようなクリスマスソングが30分間ずっと流れるんですよ。なるほど、もうすごかったですよ。もうカップルばっかりでね。それはちょっとね、うん、東さんはトラビスにはなれなかったと。そうなんですよね、まだ打ちに行きたい気分になって、今日はじゃあこのね、夜の街のオーファンズたちにやっぱり僕はここでエブリバディノーズで送らなきゃいけないなと思った次第なんですが、なるほど、ここで、かける前にですね、あ、なんか女の子も、ね、あ、僕の隣に可愛い子が来ていますけども、自己紹介で。はい、ピアスというバンドのボーカルやってます、ユッキーです。ユッキーかわいい、はい、かわいいね。ちょっと遊びに来ちゃいましたね。はい、どうですかこのエブリバディノーズ祭りは。え、ちょっとすっごい楽しい。あまりないでしょこういう。ないですね。なんかいつも、え、もう始まんのみたいなぐらいの勢いでさっき乾杯してて、ね、大丈夫なのってぐらいでね、はいはい、うん、まあちょっと異種混合でいろいろね集まってますけれども、ユッキーがスタジオ入って東さんがちょっと浮き足立ってきたような、まあまああの大体そう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 、ちょっとね、あんまりこのスタジオとかエブリバディノーズは大体女性ゲスト率が10年やってて 10% いかないですからね。本当に国会議員の数より少ないんじゃないですか。いや、かなりですね。そうですね、無所属みたいなもんなんで。なるほど。ユッキーの、まあ、あの音楽性、なんか今日は CD とか持ってきてないの。持ってきてないんですね。なんだこういう時には私の持ってこいよって感じですよね。うん、一応ねか言っとけばよかったね。そうですね、うん、事前に気づかなかったね。はい、まあ、ということで、はい、こんな番組なんですが、普段は割ときっちりやってたりするんですが、今日はまあパーティーな感じですね。あ、なんかスタジオの前のカップルに友達、トラビスに友達が現れたみたいなんだよ。トラビスって仲間いましたっけ。トラビスはやっぱこの街の渋谷のクラブシーンの顔役なのかもしれないね。あ、うん、ということでいきましょう、曲の方はですね、ソニックユース、サンタ・ダズント・カップ・アウト・オン・ドープ。Haha, boys and girls, this is your old friend Sonic Youth. And you know what? We just got back from the North Pole. And you know what we were doing up there, don't you? That's right. We saw him, all right, in all his little dwarves. Boy, did we get off on them. And we learned some wonderful things about him.We'd like to sing you all a little song. So why don't you, you know, move on up and come up close and we'll sing to you. Come on, closer, closer, come on.
She's busy making toys for all the little girls and little boys. He puts them in his sled and gives his whip a crack. On Donder, on Blitzen, but never on Smack, 'cause Santa doesn't come out on dough. Has he ever even tried it? Well, you know, the answer's no. So little kitties, here's my point. Just leave him cookies. Save your time. The Santa Claus turns on it his own way, watching you and I turn on Christmas Day. Merry Christmas. Merry Christmas, David Geffen. Hey everybody, this is James from Yo La Tango, and I'm very happy to be here on Shibuya FM, the program everybody knows. It's a wonderful program hosted by a very handsome man, and I think you'll like it a lot. ということで、ソニックユースのクリスマスソングすごかったね。サンタ doesn't cup out of dope という曲だったんですけども、まあ、もう結構カミカミになってきましたね。ということで、なんかいろんな人が立ち代わり今日来ていただいてます。この渋谷 FM では、なんて言ったらいいのかな、なんて言ったらいいのかな、なんて言われるのかな、キャッチコピー、キャッチコピー、露出クイーン、露出クイーンなんだ。露出クイーンのですね、ゆりさんが、あーどうも、露出クイーンのゆりです、パーソナリティの中ではね。いやいや、まあ街で歩いててもそうだと思うよ。そう、うん、ほんと僕はあんまり東京にいると季節感っていうのを感じないんだけども、はいはい、まあ家からこう渋谷に来たりとか、うん、まあ割と街ばっかり来ることが多いんでね、うん、で、最近冬になったなと思ったのは、ゆりが服が露出が減ったから、あ、冬が来たんだなみたいな。ね、最近ね、うん、私長袖が実は持ってなくて、うん、おかしいおかしい、ほぼ持ってなくてね、うん、気づいたらなんか私友達に、うん、ゆりのクローゼットって服持ってる割にはすっごい少ないよねって言われて、うん、なんでだろうと思って、友達が言うには、うん、分かった、長袖持ってないからもう全部がすごいちっちゃくまとまるから、うん、なるほどね、整理されちゃって、でクローゼットがね結構ね、好き好きな感じなのよ。へぇ、長袖持ってなかったら3枚ぐらいしか持ってない。最近また1枚購入したんだけど。寒くないの？上がね、あったかいの、コートとか。あ、そうそう、コートとかそういう上物が割と厚手で、うん、そう、中薄着みたいな。そう、いつでもクラブに行けるように。なるほどね。まあクラバだったらわかるかなって思うんだけども、ね、そんなクラバだったらわかるかな、クラバだったらわかるかなって言いながらパーソナリティやってます、 ULE ゆりです。なるほどね。まああなたはいろいろね、渋谷 FM でいろんなこう番組、朝の番組やったりとか、はい、やってますしてますか、はい、うん、今もね、アップルストアの方で、うん、101 Live at App Store 渋谷っていうのが、うん、8時9時でやってる。あ、土曜のね、うん、土曜の前のエブリバディノーズの時間帯だったんですけど。あ、そうなんだ。あら、すみません。あら、失礼。これまた失礼。いやいやいや、それでこの10時台に引っ越ししてきたわけですよ。お引っ越しを、引っ越ししたわけですよ。いいじゃん、妻さん、うん、10時台だからそのビール飲めちゃって。そうそう、まあ1年に1度だけでもな、お酒飲んでやるのはね。なんかすごいパーティーな感じだよね、羨ましい感じで。まあ、ハッピーメリークリスマス to everybody ね、クリスマスって感じですよ。そうですよ、忘年会でも、
まあまあそうだね、合コンみたいになっちゃってるよこのスタジオの外は。それ羨ましい。いや俺以外、俺以外だからね。俺以外のメンバーとかこう女の子たちが。俺が一番参加したいのにね、東さん。そう本当そうだ、当たり前だよ、もう変わって喋ってくれよみたいな、そんな感じなんですけども。はい、まあこんな感じで、1時間今日はお送りしているわけなんですけども、はい、突然でありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございました、すいません突然。じゃあちょっとね、あのしっとり系のあまりラジオではかかんないだろう、エブリバディノーズならではのクリスマスソングをですね、ローラ・ニーロって人知ってます？ローラ・ニーロ、ニーロ、あら知らないです、シンガーソングライターで、はーい、もうちょっと10年経たないけど6、7年前に亡くなっちゃった人なんですけども、まあピアノ弾き語りでいい歌を歌う。どこの人なんですか？アメリカですね。アメリカの人なんだ。はい、その人の、クリスマス in my soul という曲をかけましょうか。クリスマス in my soul いいね、 That's so nice、 sweet ね。ゆりでした、どうもありがとう、はい、どうもありがとうございました。Children, come to the Book of Love with me. Respect your brothers and your sisters. Come to the Book of Love. I know it ain't easy, but we're gonna look for a better day. Come, young braves, come, young children.
聞いてもらったのはローラ・ニーロでクリスマス・イン・マイ・ソウルでした。さて今夜のエブリバディ・ノーズはマクシースタジオの方から生放送でエブリバディ・ノーズ祭り2006を、勝手にやってるんですが、まあ、この賑わいをね、まあ、パーティーしながら聞いてもらってる人が、まあ、もしかしたら少ないかもしれないけど、まあ、ちょっとね、楽しんでもらえればなと思ってやってるんですが、ここからは、僕のやってるバンドフライト・ブリディアの面々をちょっと迎えつつ、今年の1曲というところで1曲ずつ持ち寄って4人で1曲ずつ持ち寄ってかけながら、そして後半にライブをやったりっていう流れで1時間行こうかなと思ってるんですが、はい、メンバー来てますけども、はい、どうもこんばんは。こんばんは。こんばんは。フライトビディアは今年の夏にメンバーチェンジをしまして、もうオリジナルメンバー僕しかいないんですよ今まで年末はもう君たちじゃない人と私やってたんですけども、こうに変わりまして、まあフライトビディアというバンドに入って、まあ、半年ぐらいだと思うんですが、それぞれの感想を聞いてみようかな。はい、じゃあ高木君から。はい、ベースの高木です。はい、わけのわからないうちに半年終わって、うん、まあ楽しかったという印象があって、うん、まあ、自分を解放できたバンド、解放できたバンド、すごい貴重な体験をしてます。で、高木君が言うには、はい、このバンドはモテることを意識しなくていいっていうのがコンセプト。そうです、そこなんです。つまりそこなんです。自分を解放するということは。なるほどね。はい、おなるほど。それはちょっとね、まあ嬉しいやら、うん、何やらっていうふうに思いましたけどね。まあ他で頑張りますから。なるほどね、はい、あ、ここでもうモテなくていいと。はい、うん、なるほどね。はい、そしてドラムの遠藤くん。はい、ドラムの遠藤です。うん、そうですね、まあフライトビデオ入ってから、うん、
まあいろんなライブとかイベントとかこう、うん、普段行かないようなところに、うん、もう他にバンドいろいろやってるんですけど、うんうん、まあこうフライトオブイヤーじゃなきゃ来ないようなところっていうのにすごいこう東さん連れてっていただいて、うん、それがこうすごいもう自分の中で楽しいなと、うん、そういう感じです、ね、はいはいはい。そして、ネットのメンバー募集で出会ったのが、一番若手のギタリスト平松くんです。出会い系王子、はい、どうもギターの平松です。はい、この半年ぐらい、まあ半年もまだ経ってないかというところはね、そうですね、4、5ヶ月って感じだけども、そうですね、はい、いや、楽しんでるんですけど、うん、そうですね、このバンドやるときはもう、うん、本当好きなようにやってしまうという感じで、なるほどね、思いっきりやるのはやっぱり気持ちいいです、ね、そうかそうか、全開放なんだねみんなね、誰も止めるやつがいないんだそうかそうかそうか、うん、いやそれがいいんですよやっぱね、なるほどね。いやでも僕はこうバンドフライトウィディアっていうのは2000年ぐらいからやってて、アルバムを2枚君たちと出会う前に出してたんだけども、はい、みんなと出会って続けられてるとは思わなかったね、もう正直ね、うん、まあそういう意味ではこういうメンバーでこう新たにできて今年は嬉しかったなと、うん、感謝の気持ちを思ってるんですけども正直こちらこそありがとうございます。いやいやいやで、実はまあ平松喜多川平松くんは、そういう新しい今の時代ならではの形態であったんですけども、ベースの高垣と、ドラムの遠藤は実は他のバンドでこのゲストに来たっていうところがある意味きっかけだったわけですね、だからこの番組エブリバディノーズっていうところを母体に知り合ったっていうところなんだよね。そうですね、あの時は全然喋んなかったですけどね。あの時もまあこういうスタジオライブをやってもらってたんですけども、なかなかそんな、深くはねメンバー4人いて喋ることがなかった、ですけども、高垣君の方はハウリングバタフライという女の子がボーカルのバンドで、はいはい、もう解散というか活動休止になってしまったはいですけども、遠藤君の方は、はい、ベルトパンチ、ベルトパンチです。で2回来たんだよね。そうですね、2回出させてもらいました、うんうん、で遠藤君の方はなんかフライトビディアに参加して客の反応が薄くてもひるまなくなったっていうのがブログに書かれてて、はい、僕は辛い思いさせたなと思ってですねいや本当、うん、申し訳ないですねそれはどういうことなの、ひるまなくなったって。いやその、うん、だ最初、うん、フライトビデオこう入るってなった時に、うんうん、まあアルバムとかも出してるし、うん、きっとこう人気があってライブとか人がこういっぱい来て、うん、もう大盛り上がりなんだろうなっていうのを、ね、勝手に想像してたんですよ。想像してたんだ。とこう思ったよりも少しだけちょっとお客さんが静かだったかな、うん、少しだけね、まあ、そう少しだけ、うん、思ったよりも少しだけ、うんうんうん、それがちょっと最初びっくりびっくりしたんだ、うん、だけどまあやっていくうちに3回4回と、うん、あこれが今日も、うん、フライトオブイデアのライブだなっていう。なるほどね、はい、そういうところも全く関係なく、はいうん、やりきるっていうところを、それを楽しむってことを覚えたんで。ああなるほどね、はい、じゃあミュージシャンとしては虎の穴でこう成長させた活動の一つだったのかもしれない。そうですね、ね、そうなんだよねと言いながら、じゃあですね今年に1曲というところで、まあ、このエブリバディノーズでこの1年いろんな曲をまあかけていろんな人と出会ったわけなんですが、ニック・ゲイブという人がなんか新しく作ったバンドで、これはね、マイスペース・マイ・ミュージックって最近ウェブであるじゃないですか、はい、新しい、曲をアップするっていう、そこで見つけたんですけども、グラインダーマンというバンドなんですけども、これがちょっとね、僕は今後行きたい方向かなと思って、あえてみんながいるところで、あ本当ですか、今年の一曲というところで、かけようかなと思います、はいはい、じゃあグラインダーマンでノープシーブルース。My face is finished. My body's gone.And I can't help but think standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful with their questioning eyes that I must above all things love myself
that I must above all things love myself, that I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut and still she said that she just didn't want to. I read her Eliot, I read her Yeats, I tried best to stay up late, I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. A dozen snow white doves, I did her dishes in rubber gloves, I called her honeybee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. Type of flower, I played a guitar by the hour, I patted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with 100 lines, I picked a bunch of dandelions, I walked her through the trembling pines, but she just even then didn't want to. She just never wants to. I thought I'd try another tack, I drank a liter of cognac, I threw it down upon her back, but she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go, I called her my little O, I felt like my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I got the no pussy blues. To use the phone, I'm too afraid to put the light on. I'm so afraid I've lost control. I'm suffocating without a word, crazy with sweat, spittle on my jaw. What's that funny noise? What's that on the floor? Waves of fear, pulsing with death. I curse at my tremors. I jump at my own step. I cringe at my
ニック・ケイブの新しいバンドグラインダーマンのノープシーブルースに続いては、ギターの平松くんの今年の1曲、はい、君若いのに渋いの選ぶよねってね相変わらずというか、君となんかこう君がいいなと一瞬ねその、まあ、ネット上のメンバーを知って思ったのは、はい、ロバート・クワインというニューヨークパンクのギタリストが、はい、君がまだ 23だったなのに好きだというところから、はい、ね、はい、接点でそうですね、この曲は、ルーリード82年のブルーマスクというアルバムから、Waves of Fear という曲でした。なるほど。じゃあ、時間がだんだん生放送で時間を気にしないでやってたんで、次はですねドラムの遠藤の、はい、別のバンド、そうですね、うん、曲をかけようと思いますが、はい、これは僕がやってるあの 6O- というバンドの、うん、ちょっと来年発売になる予定の、うん、シングル、シングル、はい、のこれは2曲目の、ミッドナイトマッシブという曲なんですけど、ミッドナイトマッシブどういうバンドなの、どういうバンド、そうですね、ダブをベースにしてるバンド、そうですね、まあ、ダブとかレゲエとかと、うん、まあ、そのロックオルタナの、まあ、ちょっとかっこいいとこを、うん、撮って、うん、みたいな最新系にしようと、そう踊れる感じのロックをやりたいなと、なるほど、じゃあちょっとこれを聴いてこの後にじゃあフライトウィーダーのライブをやりますか、はい、ね、そうですね、じゃあもう一回曲紹介をお願いします、6O- でミッドナイトマッシブという曲です。
エブリバディノーズ、いつもラジオから。俺とあんたの土曜日のブルステップで軸を揺らします。外れちまった。ロトロとドロドロナンバー8。
てすれ違う人が街のカクテルライトっていう移ろいの中で歩くみんなが裸に見える猫猫タン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 スカダスカダスカダ猫猫タイムっていうのはね呆れた病気を治すおまじない猫猫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 タイム猫猫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 のお尻にからしを塗ってレッツ猫猫タイム猫のお尻にからしを塗ってレッツ猫猫タイム Hi, this is Mark Gardiner. You are listening to Everybody Knows on Shibuya FM on 78.4 MHz. And please keep supporting real independent music. ということで、フライトビニアのライブ、あ、まあ今年もこれやってしまったなって感じだったんですけども1曲目が、2年前に原曲があったクリスマスデーという曲で、まあ僕なりのクリスマスデーはこういう感じ、クリスマスの日と考えると、まあラブソングにもならないし、こういう壊れた感じになっちゃうんですよね。滝川クリステル、滝川クリステル、メリークリスマス、滝川クリステル。まあそれここに尽きるのかもしれないね、この曲はね。なるほど、滝川クリステルみたいな。はい。あ、感想はじゃあ一言ずつもらってどうですか。いや、面白かったです。面白かったですか。うん、うん、楽しかったですね。うん、なんかね、いいよね、女の子が4人も後ろで見ててね背中に視線を感じながらやるあのエブリバディノーズ祭りも初めてですけども、僕のとこから見えなかったです。あ、ほんと？じゃあまあ、最後に高垣くんのリクエストでですね、はい、シオンの何ですか、これは12月はい、じゃあ今夜のエブリバディノーズの夜の街のオーファンズソングはシオンの12月イエスということですね。はい、じゃあ行きましょうか。
二人に疲れては一人に戻り、また誰か恋しくてまた繰り返す。屋根の上の猫がそんな俺を見て、珍しいものでも見るような顔して笑った。変わりゆく時間に心惑わされ、今日一番の宝は明日クズかもしんねん。恋人たちの手はきつく握られたまま、俺たちにもう何も見せるな、叫ぶようにつぶやいた。12月街はクリスマス気分、あちこちから思い出したように、ちゃんの声、そして俺と来たらいつもこの頃になると、何かやり残したような柔らかな後悔をする。新しい暮らしが始まるだけじゃなく、誰の上の猫が気にするまでもなく、顔が入れ替わるだけの苦笑いがあった。日から見た時間に夢という水をまく、なんとか本当の出口を探し歩く。そこから何が見えたら満足なのか、俺にはわからない、わからなくなった。12月8日はクリスマス気分。ちょうど時間となりました。ちょっとしたい気願いまして、またのご縁とおわるかリにぎやかにお届けしてまいりました。今夜のエブリバディノーズは2006年最後のオンエアだったんですけれども、ラストナンバーはジョー・ストロマー&ザ・メスカレルス、ランシャックル・デイ・パレードというね、ジョー・ストロマーが亡くなったのは2002年のちょうど今頃12月22日だったんで、ちょうど4年経ったという感じだったんですけども、これをね、いまだこのエブリバディノーズではジョー・ストロマーの亡くなる1年前ぐらいに僕が撮りに行ったオープニングナンバーで始まるわけなんですが、まあ今日は賑やかに非常に今までにない、マクシーの前の人たちもこう歓迎最後までしてくれてますけど、どうもありがとう。いろいろこの年末になるといろいろ言いたいこともあるんですが、まあこう賑やかなパーティーやってさーっと終わって、また来年、2007年はエブリバディノーズ11年目になっちゃうんですけども、まあこういう形で、この10時台でこのパーティースタイルでやるのは初めてでしたが、まあ少しでもこの楽しい感じがね、音楽とともに伝わってくれればいいかなと思ってやったんですけれども、まあ来年も夜の街のオーファンズたちに音楽を届けて、そして新しい人と出会って、そして前に出会った人とここで再び再会してというエブリバディノーズであればいいなと思ってます。2週間後になりますが、まあ楽しい年末年始を過ごしてください。フライトビーでは明日12月24日、大会まで晴れたら空に舞い舞いてでライブをやります。
お相手は東雄一郎でした。それじゃあ来週もトークハードでバイバイ。This is the ramshackle day parade.